19時過ぎまでホテルのラウンジでゲームなどで時間を潰して、ホノルル23時過ぎ発の、ユナイテッド便に乗りました。でサンフランシスコでラスベガス行きの国内線への乗り換え、で乗り継ぎはまあ1時間しかなくて、で、まあ、荷物は目的地のラスベガスで受け取れるので体だけ移動すればいいんですが、まあ、ターミナルとかゲートが直前じゃないと発表されないのと、まあ、短時間の国内線乗り継ぎっていうのは経験値が少ないのでちょっと緊張して、一生懸命サインをちゃんと確認しながら歩きました。でそのおかげで事なきを得て無事にゲートに到着しました。でそこでちょっと余裕ができて、ディスコードを覗いてみたら、まあ、知り合いの沖田さんとバロシャークさんが雑談していらっしゃったので、そこで割り込ましていろいろお話をさせていただきました。でそこですごくなんか安心できて、ほっとできました。ありがとうございました。サンフランシスコ SFO 到着しました。朝7時半過ぎなんですけどめっちゃ混んでますね。すごい。で次のフライトラスベガス行きなんですけど、出たすぐのところのゲートでお姉さんに聞いたら、アプリでささっと調べてくれて E のなんとかだ、まだこっちか、まだまっすぐですね。このサイン見逃しよくやりますので気をつけております。 E の何番かって言ってました。アンツだかな。とりあえず行ってみましょう。さすがサンフランシスコ、もうめっちゃ多い飛行機が。さあ探しましょう。 UA1334 ラスベガス、ラスベガス。しかもね、コードシェアが複数でいっぱいあって、そのコードシェアごとにこのフライトのナンバーが違うから探すの大変。8時38分あった。あれだ、 E13 だ。1334ありました。ナイス。遠いな、さらに遠い。ここもあれですね、手荷物検査。でドリキンさんは何時頃着くんだろう。夜8時過ぎぐらいでしたかね。多分7、8時間のフライトだから8時間としても28、もう着いてるはずなんですよね多分。お寺に行くから大事です。時間的には余裕がありそう。でフライトとフライトの間は、尿意がなくても、できるだけ行っといた方がいいですね。大事なことです。 E の13って一番最後か。いやービーチコーヒーってもうあちこちにありますけどみんな並んでますね。素晴らしい。ところどころにあるこういう抽象がとても綺麗です。 Waste Compost Recycle、 コンポストがあるところがユニークですね。で今日のフライトホノルル23時30分ぐらいに発、結局24時ぐらいに出発してましたけども、多分7時間かな、もうちょっと短いかな、フライトなんですけど、ビジネスクラスですが、シートは倒れないわ、狭いわ、結構つらい。最悪クラスに近いフライトだったんですが、到着間近になってから外を見るとこれはもう史上最高の雲と太陽と空の青さの入り混じったすごく幻想的な風景をずっと眺めさせてもらって、眺め的には本当ベストに入るような。あーでもちょっと寝不足ですね。でもよかった。
ちょっと気持ちすっきりしました。多いないつも。まだまだだ。あ、でももう12が見えてますね、左側。じゃあ、あの反対側が13かな。いや、しかし人は多いこと。今日平日ですよね。平日の朝、7時台。まあ、学校が夏休みだからかな。休み取るんですかね、そのお父さんお母さんの。確かにお子さんは多いです。お、真正面だ、23。なんか銀色の球体みたいなのに囲まれた素晴らしいゲート。多分30分前から登場始まるんで、もうそんな 20分ぐらいで登場始まるんじゃないですかね。はあ、なんかここ充電できる。ちょっとだけ充電しとこうかな。ラスベガスまでは2時間かからない、フライトです。で、まあ、昨年ですね、サインを見逃して全然違うターミナルに行ってしまって、荷物紛失の恐怖におののいた空港です。まあ、さて今回はどうなるんでしょうか。ちゃんとサインは見るようにしたいと思います。で、先に言っとくと、着いてからえらい待たされました。ではどうぞ。いよいよラスベガスに着きました。ウェルカムエボ2020とかなかったですね。でっかい看板とか出てるかもしれませんが、今のところ目にしてません。まだサンフランシスコほどではないですが、たくさん人がいらっしゃる印象が強いですね。結構混んでます。お、どっちだ。バゲージクレームの方。バゲージクレーム、なかなかゆっくり構造を理解するまで歩いたこと歩かないですよね、空港って。覚えてられないし。もうなんかすごいねって。湾曲してるぜ。すげえ湾曲。すごい湾曲です。デンジさんに見せたい。すげえ。これどこだろう。湾曲流行ってんな。ほとんど湾曲してるじゃない。びっくり。バゲージクレームは左と書いてあります。ラスベガス、ラークカンチー、マカラン、あれ、こっちからインターナショナルエアポート。おお、全然覚えてないな。止まるな。
アウェイキニングが今一押しなんですかね。すごい全面アウェイキニングじゃないこれ。はい、大事なサインです。ユナイテッドはどこだ、あった、レッドラインターミナル3バゲージクレーム、おお、運営官の航空会社の名前を間違えないように行かないといけません。こっちのはずですよね、ユナイテッドだからね。人が誰も行きよらんよ、大丈夫なのかな、列車に乗るのか。似たような気もするけど覚えてない、ダメだな。ちゃんと真面目に動画作ったら覚えるかも。バゲージクレーン、バゲージクレーン、バゲージクレーン、はいはい、閉まったり閉じたり忙しいですね。おじさんだしついていけば間違いないだろう。ドライバーをこのジャパンバスの D52、Do not accept it, and please notify airline personnel immediately. Thank you. T3, 19, 遠いな。あれ。ここだったかな、全然違うとこ行ったの前回で、ポツンとあの先の方に置いてあって、でウーバーリフトのピックアップは難しかったんじゃなかったかな、なんかどこかからえらい苦労した記憶がなんとなくあるけど、この景観がそれに近いような気がしてきました。19遠い、前回はニューヨークからだったんですよね、やっぱりユナイテッド、なんかあの辺のリフト使ったような気がしてきたけど当てになんないな。そうそう、こんな感じで置いてあったんですよ。うん、そうか、方向を間違えして全然違うターミナルに行ったのはラスベガスだったかな。今回は大丈夫でした。あ、もう回ってる回ってる、だいぶ30分前にもう荷物はさっさと出発しましたからね。それでは次の問題はリフト乗り場、あるいはウーバー乗り場、どこだったかな、思い出さん、これこれこれを見逃さないといけない。もう最近はもうこうかっきり書いてあるね。リフトウーバー take stairs elevator to parking bridge、 パーキングブリッジに行きましょう。パーキングブリッジ、もうエレベーターしかダメです。あそこにあるな、パーキングブリッジ、ブリッジトゥパーキング、ブリッジトゥパーキング、ちょこ書いてあるんですよ、ウーバーこっち、ブリッジトゥパーキング、ん？あ、こっちか。あそこだ。よいしょ。あれ誰も来ないけどいいのかな。
ブリッジパーク1、ブリッジパーキングリフトウーバー、First floor。 うん、大丈夫だ、間違いない。さあ、記憶は元に戻る、ここか。おー、なんか来たような気がします、来たような気がします。そうばっかりだな。思い出しました、確かに確かに、そうそう、こういうとこ、こういうとこ、こういうとこでしたね。なるほどね。よし、でもどうせまた次に来ても思い出さないから同じことです。
ソウルに入ってまいりました。しかし上に上がるんかい。自信ないな。エレベーターないのかな。行ってみるか。行きましょう。お、なんだ、うまくいけた。素晴らしい。ほら、素晴らしいでしょ。何が素晴らしいか分からないけど、安定。平らになったら押せ。よっしゃ、パーフェクト。ギャレリアスクエア、どこに行けばいいんだ。どこに行けばいいかがまだ分かってない。ホテルレストレーションのまっすぐ、ワンダレイベイ、e スポーツアリーナ、さっき見たところか。すごい、なんか道が分かれてる。また絨毯だ。絨毯にあんのかな。Take one, it's free. Which one is the mini? Mini. iPhone mini, take one. Are you hotel guest, right? Yes. Yeah, take one. Mini, 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 more. Let me get you the right size. It's free. Where are you from? San Francisco? Yes. San Francisco? I'm living in Tokyo, Japan. But, Tokyo, Japan. Do you know Japanese? I'm Japanese. Come, let me get you. But, It's free. Do you talk about copper? No? Glass protection. Free. Ah, sure. Yeah. Oh, no, I don't need one. No, no problem. Chacho. Okay. I'd like to registration. Sashiburi. You know Sashiburi? Arbi. Come again. Alright, arigato. なんかここっぽいな。誰もおらん。どうか。うわー、お、これピラミッドの中だ。かっちょいい。うわ、めっちゃ並んどる。並ぶしかない。オンラインチェックインをしていたおかげで、この場所でそのアプリを立ち上げるとあっという間に iPhone がデジタルキーに なって、で部屋の番号フロアとかも表示されました。で、一応これでそのままこの部屋に行っていいのかっていう質問を、係の人にしたら、行けると。でプラスチックカードのキーが欲しいかって言われたんで、いるって言ったら、それをキーをプリントする機械があって、そこでアプリを使って、QR コードを読み込ませたりしたことによってキーがちゃんとできました。じゃじゃん。でイーストタワーこっちだ。イーストタワー、またかよ。
絨毯苦手よ。絨毯苦手よ。はい、足りな。よいしょ。あれがいいな。車輪がでかくないと絨毯はしんどい。ベルは頼まずに自力で行く日本人のスタイル。タイタニック。ファンタジー。お、トイレがあります。トイレの場所重要です。タワー、タワース。タワースって言うか。書いてあったの、そういうの部屋に。部屋なのか。これがエレベーター。どこに行けばいいんだっけ。ちょっと待ってくださいね。フロア20お宅です。よいしょ。10はいいけど、344だろ。書いてくれたよね。じゃじゃーん。344。344はこっちだ。あれ、そんなに部屋数ないの ?50 部屋ぐらい。ズズズズン。344。345だと。途中に絨毯が挟まるという。何が嬉しくて絨毯にするんだよ。もうすぐだ。もうすぐです。よいしょ。343だ、はい、掃除してる向かい側。ルールでいいっす。じゃあここだ。0344。デジタルキーだけでみたい。では部屋空いたところから行ってみます。正面空港ですね。部屋行きましょう。荷物なしてコレクティングルームになってますね、これね。でかい机、椅子、そしてクローゼットですね、あそこね。で、十分な深さの引き出しがいっぱいあります。お、セーフ。浅いな。そしてこれはもう私の稼いできたのが入っております。サムソンですね、テレビ。で、クローゼットは十分なでかさ。 MGM リゾートの仲間です。GM もよく分かってないですけど、これ北側につながってますね。で、ここの南側はマンダレイベイにつながっています。そしてあの線路がありますけども、多分ずっとマンダレイベイまで、何だったっけな、なんか、モノレールじゃないけどそんなやつが走ってたような気がします。あと、まあこの前の道路がストリップと呼ばれるメイン大通りで、そこをあの南北に行き来するバスがあって、それチケットを路上で自動販売機で買えたような気がします。おお、あそこの青いのが MGM ですね。あんまりよく分かってないけど、来る途中あれが見えたんですよね、スフィア。ああ、こっからちょうど見えないのか。9月にオープンして、誰だっけ、 U2 だったっけがコンサートやろうとかいう、真っ黒いボールですよね、でっかい。去年の11月かなに来た時は、あのまだ周りカバーついて工事中だったんですけど、いよいよ今年オープンするらしいです。で、余談になりましたが、なんだ、インルームデリバリー、これで頼めますよ。コップが
プラスチックっすね。まあいいんじゃないでしょうか。60は低すぎん？ハワイ74だったけどな。大丈夫かな。ただ寒くないです。寒くない。多分ホノルルよりも超暑いんだと思います。35度とか言ってなかったかな。で、天井高い、天井高い、立派なベッドが2つです。でっかい鏡、じゃんじゃん。そしてお、浴槽があります。気球持ってきてよかった。でかい。ヒルトンのちっちゃかったもんな。そしてシャワーブースもキンキラキン。すげえ。でもシャワーは固定式です。砂漠。そしてトイレ、当然ウォシュレットはありません。なんかこの辺おしゃれですね。おしゃれおしゃれおしゃれ。ティッシュはなんかヒルトンと一緒だな。じゃか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 じゃん。お、なんかアメニティがシンプル。ボディローションとシャンプーと石鹸。水圧チェック、水圧チェックはあれですね、ね、シャワーで。今出してみるか。ズブルでなりそうな気がする。合格。感動することではないが合格です。あれだけで、いやー、なんともありがたい。あ、あれ、これもヒルトンと一緒だな。ホテルであれなのかな。なんかねじれてる。以上です、以上です。ルクソール、タワーのクイーンベッド2つの部屋がこうなっております。では現場からは以上です。19時になりました。ちゃんと暗くなっております。やっぱり緯度の関係で暗くなるのが早いというか、そんな感じですかね。で、ちなみに部屋入って、夕方6時までかな、寝てました。気持ちよく寝てました。で、まあ今から、あ、列車が見えます。これですね。なんかこの平面的広さをすごく感じられるっていうのがラスベガスの景観の一つの魅力かもしれないですね。もう端から端までっていうか、まあ本当に砂漠の真ん中にポツンとできたオアシスみたいな地理的な条件ですから、まあ当然といえば当然なのかもしれませんが、まあそうは、それにしては広い、すごく広い広がりを持っているので、まあ、スケールがですね、でかいというのがまた特異的な印象なんじゃないでしょうか。それと多分ですけども、空気、大気中の浮遊粒子状物質、まあ例えば簡単に言うと砂のすごい削れたすごい細かい目に見えない、粒子が結構たくさん漂ってるんじゃないかなと思います。だからメガネをですね、水で洗わずにうかつにそのしばらく外歩いた後にティッシュペーパーで拭くと多分傷がついたりしやすい環境なんだと思っております。実体験に基づく。実際に周り砂漠ですからね、本当に砂嵐みたいなのが襲ってきたりとかっていうことはあるんじゃないでしょうか。実際に遠くから見てると、砂で煙ってるなみたいな感じのところありますしですね。だからちょっとその呼吸器系少しそういうこともあるなとちょっと頭に置いといた方がいいかもしれないです。お、あ、これすれ違えるんだ、この列車。
結構頻繁に走ってるのかな。まあ、この辺はあれですね、本当に南の端になるので、歩いてる人そんなに見えないと思いますが、確かね、この空港はもう、管制塔がちっちゃいですけど、真ん中に見えると思うんですが、この南の方にまたちょっとアウトレットがあったりで、ちょっと、なんていうんですかね、ちょっと行ったことないので、今回は行ってみるかなとは思ってるんですけど、ちょっとそういう意味では南の外れみたいな位置づけかもしれないですね。なんかおっしゃったな。で、これを左の方に、北の方にずっとこの太い幹線道路が続いているわけですが、中心部に行くともう道路を本当大勢の人が歩いていたり、路上にいろんなことをしてくれる人たちがいたり、にぎやかな感じになっていて、で、一番北の端が、なんとかリゾートパラダイスだったかな。ヒルトン系列だと思うんですけども、コンラッドとヒルトンともう一個、三つのホテルが一体化したようなエリアがあって、昨年そこに泊まったんですけども、なんか一大リゾートエリアみたいな感じになっていて、しかもそのすぐそばに新しいコンベンションセンターができておりました。かなり巨大な、確かちょっとそれもタイトルは覚えてないんですけども、善治さんがインスタ360でレポートをだいぶされていたイベントの会場がそこだったような気がします。ちなみに今日空港に着いてウーバー待ってる時に、僕の目の前にビクトリックスというロゴの入った、見慣れたエボジャパンで見慣れたリュックを下げているお兄ちゃん2人組がいました。間違いなくエボに参加する面々だと思いますが、結構早く現地入りするんだなと思ってちょっと感動しております。ビクトリックスはドリキンさんがアケコンを、高級アケコンを買って、刻印をされたアケコンのメーカーですね。お、また走っております。ではラスベガス1日目の夕方でございました。